まあ大小比較なので、どれが一番大きくて、どれが一番小さくて、どれが真ん中の数かを調べたい。ね、まあ当然ですけど、パッと見じゃわからないわけですね。どうやったら比べられると思います？2に合わせる。ああ、そうですね。なんか例えばだけど、2の2乗と2の4乗どっちが大きいだったら、もう超簡単でわかるわけでね。だから全部、なんか、下を揃える、また定ですね。まあここでも出てきます。まあ、とにかく定が重要。定を揃えるのが重要。で、まあ、今回2と4と8って見たとき全部2の何乗のやつだから、まあ、2かなっていう感じ。まあ、4とか8では揃えられなかったんだけど、基本ちっちゃいのにした方がよくて。なので、こいつは別になんかとりあえずそのままね。じゃあ、こいつ2に揃えると何になりますか？ 2の2乗。うん。4自体は2の2乗ですよね。ということはつまり。だからまあ実は一緒だったんですね、こいつとこいつは。じゃあ最後こいつも2の3乗なので2の1分の3乗、1分の3乗、まあ、こいつだけは違いますね。8分の3と2分の1はどっちが大きいですか？2分の1、2分の1は大きいですね。まあ2分したら8分の4ってことはこいつだけ一番ちっちゃくて、まあ、こいつらは一緒だから、まあ最後答えとしてはたまたま一緒だけど、あんまり一緒のことはないんだけど